はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。いやもうね、夜も更けてまいりましたよ。はい、 PSR ガチャ券、私がどうしても引きたいということで、特にね、ちょっともうちょい帰るの待ってってお願いして引きたいと思います。はい、いやここはちょっとめちゃくちゃ大事ですよ。まあ、誰が欲しいっていうのはもう欲しいキャラたくさんいるんですけども、はい、もうここは欲を一回なくします。お、欲深くね、行くとやっぱりその風にならないことが多いから、はい、いやただそれで言うとですよ、まあまあまあ、これ前置き長くしてあれだな、いいよ言ってよ。そこの、いやなんか俺前、今までずっとサイリーサイリー言ってて、うん、言わなくなった時にやっぱりサイリーが来るっていう、そう、その欲深さはね、本当に俺も共感できます。以上です。うん、ただここら辺にあるからいけないんで、それも一回排除する、一回するください。消耗月、消耗月正午月、いらねえ名前を出すパターンだ。正午月、正いらないキャラをね。いや久しぶりににじみたかったな。いやでもこの、おお、なんかここも違うんだ、変わったね。さあ誰、おちょい微妙、でも初だからまあ良かったじゃないですか。どうですかこれ、50とかだと試合限定 10% でつくのかな。SR だと 5%。 多分俺がダンジョンやってたら多分相当嬉しいんだろうね。ああそう、ダンジョンやる人すぐ持っていくじゃん。いやでも45も50でも 5% か。俺さ、いろいろ想像 してたつもりなの、誰かな誰かなみたいな、はいはい、全くその誰かなに当てはまらなかった。あ、マジっすか。うん、だからそういうキャラが来るよ。はいはいはい、うん、今でもすぐに連れていけるかって言ったらあれですけど、まあそんなね、外れでもないし、うん、よかったんじゃないですか。はい、これ金徳は何くれんのこいつ。ちょっと待って、今ド忘れしてる。鶴瓶打ち。あ、鶴瓶打ち、鶴瓶打ち、鶴瓶打ち。いやまあちょっと使いづらいですよ、うん、てかその別動画でもおっしゃいましたけど、肩キャラっていう時点でまだちょっと使いにくい、うん、肩の新時代が来るんじゃないかとか、なんかいろんなね配信者皆さん上げたりもしてましたけど、うん、まだちょっとね使いづらいですよ ね。有能の肩なら、超有能キャラの肩なら分かりますけど、うん、金徳もね不確定ですし、うん、でもきっとね、タッツーさんは僕のところにもコメントくれるんでしょうけど、雷が当たったそうですよ。いやーすごい、うん、だから多分カズさんの頭に今その欲がありすぎてなんですよ、うん、そこをもう少し捨てないと。そうだな、僕は誰欲しいと思ってんの、その欲も見せちゃいます、うん、欲教えてくれ、お前の欲を、お前の欲をフルオープンにしろ。やっぱりここは有能が欲しいです。そうな、ここは、うん、ここだけはマジで有能がいいっすね。じゃないと、うん、なんかまた気が狂って PSR ミキサーとか俺もしちゃいそうで怖いんですよ。おだからもう最初からシンプルにやっぱ有能来てもらって、うん、PSR ミキサーとかすることのないような結果になりたいです。なるほどね、はい、やっぱり PSR 持ってるだけで優越感的なものってあると思う。あるあるある、使える使えないに関係なく俺持ってんだぞってなる。そうそうそう、うん、それがやっぱりいなくなってしまうとあれなんで、うん、最初からシンプルにいいキャラ、まあそれが誰かって言ったらやっぱり雷の海とかね。やっぱり今のタイミングだと復刻キャラも多いですし、うん、まあまさしくそのなるみとか、50でもけどね高いなるみ、まあ、虹谷もそうですよ、まこちゃん。え、なるみはさ、SR まだ取っといてんの？1体取っておりますけど、45と35っすね、うん、だその1個がいけば、いってもまだっすね。でもこれから追いガチャというか、復刻のたんびにやる価値があると思うんで、そうで、ね、なるみの50やっぱり恩恵でかいと思います、まあ、ちなみに私、こんなのもね、こうな状況なんですよ。はいはいはい、まあ、でもここは30% まで頑張ろうかなとは思ってる。はい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 、どんぐらいなのかな、あと1ヶ月ぐらいかな。そうすると、そうだよね、そうっすね、確かそうっすね、うん、だからここは 30% までちょっと我慢しようかな、もしくはもうちょい育てちゃうかもしんないけど、まあでもここまで来たら、うん、多分2ヶ月以上ぐらいかかるかもしんないですけど、うん、やりきった方がいいんじゃないですか。 PSR までやった方がいいかな。30までやって SR だったら PSR10% と同じようなもんじゃないですか。そうなんだよね。だとしたらやっぱりその日数でかいと思うんで、ちょっと辛いですけど、やっちゃっていいと思います、PSR さんまで。わかりました、まあ、全然辛くはないよ、うん、だって、まあ、ボーナスでしょ。朝さ、もうこうやって寝ぼけて、こうやってこうやってこうやってポンと押すだけだもん。そうっすね、うん、全然辛くない。あとはやっぱり今来てるさ、アゲアゲとかでももらえんじゃなかったっけ、金の上路。
もらいますもらいます、ね、そういうところでもうちょっと時短はできるでしょ。そうですね。ねほらこれでだって2日浮くんでしょ。そうですね、うん、まあ2ヶ月ぐらいじゃないですかね。そっか年明けかだと思います、だと思います。 そんなもんだと思います、うん、あでもちょうどそれで言うと復刻のタイミングぐらいに、うん、でまたあの年末年始のそのタイミングで何度かこう育ってほしいですね、うん、ちょっときついかもしれないですけど、まあちょっと今のパワープロ結構頑張ってるからさ、いろいろそうですね、アプリが頑張ってくれてるから、はい、ちょっと俺もいろいろ頑張ろう。そうっすね、うん、このゼニーペナもそうだし黒金もそうだしね、だいぶイベント来てますからね、もうほんと追いつかないですよ、追いつかないよ。まあでもこれもね明日またスコア出ますし、あのバンプの方が、はい、バンプの方が結果発表でね、また一つイベントが終わって、そういう感じでまた毎週毎週ごとに始まっては終わりなんで、一個一個しっかりイベントっていきたいですね。はい、まあバンプは完全にもう引けなかった。そうですね。まあうん、でもさ、うんとはいえさ、やっぱり結果残してる人たちを見ると、いやその通りね、頑張りますよ。でも多分あのレベルになるとやっぱりやめ方ってありますね、うん、一回味しめるじゃないですか、うん、僕が例えば1万5000出すって僕の夢キャラで相当きついんですよ。だその1万5000が出した時ってもうやりきったか、やりきったかというかそのペースにないとやめれるじゃないですか、うんうん、だしその仕掛けをできるじゃないですか。おお、そういうことね。多分それこそ僕が、ね、1万5000出すってことは4タックの刺激を4ターンとか多分3回ぐらいでいかないんですよ。わかりやすく言うと、うん、それができてない時はあもうやめようとか、その割り切りって意味で一回ねまぐれでも運でもそこ出せちゃえば、うん、そっからの仕掛けやすさとか分かるってことね。俺がセクサンでやめる感覚だ。あそうそう、うん、そのボーダーを一個上げれるだけでより仕掛けれるじゃないですか、うん、なんか今ださ例えばカズさんのやり方で言うと刺激を2タックでも2ターンでいっちゃうみたいな、うんうん、だけどそこを我慢して4を待つとか、そこを待って出会えてあのスコアだと思うんですよ、うん、で1回まぐれっていうか運っていうか味しめるっていうか出せたらさらに上目指せたなとは思ってますけどね。なるほどね、まあ、それが運だと思う、そのスタートのとこが。ちなみにカロリーバーはあと何個まで使ったの？全部使い切ったの？俺ねあと3個で終わった。俺も結局あと30ぐらいで、うん、もう使い切れなかったですね厳選で。でもやっぱりもっと名教の天丸引くとかさ、千丸引くとかさ、シラスの千丸引くとかもっとやりたかったね。そうっすね、もう完全にもうバンプに踊らされたよね。はい、うん、いやこの期間やっぱりもう動画配信者としてそれはどうなのかっていう意味で、うん、俺も全然そっちには振り切らなかったですけど、もう頭の中は最初からそっちでしたね。そうだよね、言ってたもんね、はい、チームランク更新してえなと思って。そっちでやった人はまあそれはそれで賢いと思いますし、うん、まあ楽しみ方は本当人それぞれだなと思いましたね。そうね、はい、じゃあそんな感じなんですけども、はあ、俺これショップ変えるのかな。招き黒金やる上で必要らしいよ。いや招きは絶対ですよね。10個だけ変えよう。まあでも招き、うん、まあそうだな、どうなんですかね実際、うん、募り屋が出てきてね、安定感はないと思うんですよね、うん、黒金って招き必要だし、だ、ね、絶対でその上で、まあ、千丸は途中からつくかもしれないっていうのと最初からつくのかもしれないっていうとこありますけど、でもやっぱりあの技術をどう稼ぐか、精神どう稼ぐかっていうところで名教とはやっぱり違う難しさあると思うんで。あるよ、名教だって楽譜で持ってこれるからね。そうそうそう、だからそこはちょっとね今んとこどっちの方が強いかっていうとこは募り屋ありで言うと何とも言い切れないなと思いますね、うん、だってタッグも起こせやすいもんね名教。はい、得意練習率をつけたり。いや、まあ、絶対名教の方が強いじゃんそんな話したら。でもやっぱり黒金が一時代を作って投資サクセスってすげえはかどり始めたんで、まあまだ募り屋を入れた上でどれぐらいができるかっていうのはすげえ楽しみだし、ちょっと僕自身ちょっとやってはみたいなと思います。僕もじゃあ高みを目指して、はい、 SS2 中継ぎ。そうですね、 SS2 ぐらい先発 SS。
そうですね、それぐらい作れるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。ひとまず今日の帰りの電車でやるよ。おう、黒はね、頑張ってください。俺も頑張ります。頑張ろう。じゃあそんな感じで、はい、また動画でお会いしましょう。バイ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 。皆さんも頑張りましょう。金倉は育てていくよ